辛いカープ最後の最後にさよなら中日エンゼルス負け。栗林頑張ればいいよ気にするな。ほんま今日の試合見てて思うけど、赤チームが青チーム倒してくれて助かったよな。お疲れ様でした。昨日のニラサワといい、今日の末金といい、ふざけた守備してるからこうなる。まあ全ては起用した監督の責任。ニラサワも末金もこの悔しさをバネにでっかくなれ。大瀬良が本当に終わってなかったことが確認できてよかったとは思う。きついは甲子園の雰囲気が。まあ抑えの差もかなりあるな。いや全てにおいて隠したや情けない。ため息しかでん。4連勝すればええんや。打線奮起してくれ。栗林は悪くない。点が取れてない。パリーグの CS は拮抗してて楽しそうだな。セリーグなんやこれ。ほんま栗林のせいでも打線のせいでもない。阪神が強い。それだけ要所要所できっちり仕事をしてくる。そういう差がじわじわ効いてくる。しかし今日の大瀬良は良かった。まだ大瀬良は死んでない。まあ3立てでしょうね。勝ち目が全く見えない。ご視聴ありがとうございました。